ハイチューブTV。
回入れてしまえば、あのお湯だけ入れれば、あの何回でも使えるんで、お湯を入れます。だいたい3回ぐらいお湯をくぐらせてください。でお湯を全体にくぐらせて、デジタルパーマの、この穴もなるべく水が入らないようにしていかないと危険ですので、中間水栓ができます。で特に顔周りの中間水栓が結構甘くなりやすいんですね。で顔周りの髪の毛は非常に傷みやすいので、そこをしっかり中間水栓していかないと、ダメなんですが、耳に入ってしまうがためにあまり攻められないんですね。ただこの耳にこう耳を出せば、ここにロックして入りませんから、中間水栓するときにちょっと工夫をしてやっていかないとダメです。その時にピンは、差しピンなんですが、全部外してしまって大丈夫です。ピンがしてついてると、それによってちょっと流しづらかったりとか、お湯がくぐりづらかったりする可能性があるので、差しピンは全部外しましょう。で、丁寧にくぐらせていきます。弱めの難解になるかなと思います。